宝塚天ヶ崎電気鉄道は、兵庫県天ヶ崎市と宝塚市とを結ぶ鉄道路線の建設を行っていた鉄道会社である。ほぼ全線の路盤までは完成したが、鉄道として開業されることはなかった。阪神電気鉄道の子会社である。この路線の申請は1922年10月に行われた。西宮土地社長の前田ふさ助を総代とし、発起人には、 地元の政財界の有力者が名を連ねていた。新生治の路線は、阪神レア式駅、守るゲジャや鳥島宝塚を結ぶもので、向こう側の改修工事によってできた向こう側の東岸を通り、途中に3駅を設けるとしていた。また、向こう側の廃川後に、住宅地や遊園地を建設する予定としていた。1923年7月19日、 二宝電鉄に対しこの路線の免許状がカフされた。二宝電鉄と接続することになる、阪神電鉄はこの路線に目をつけ、同年7月31日には同社への出資を決定した。当時、阪神急行電鉄が神戸への進出を目指しており、阪神はそれへの牽制として、阪急の聖地とも言える宝塚への進出を考えていたところであった。それにより、 二宝電鉄は1924年2月6日に設立総会を開き、前田久之助が社長に、阪神社長の三崎昭蔵が相談役に就任した。二宝電鉄は阪神尼崎駅まで延長して、阪神本線に乗り入れ、阪神梅田駅までの直通運転を行うこととした。また、向川東岸を通る当初のルートから、 阪神山ヶ崎駅を起点として、伊丹市の市街地を通るルートへの変更を申請した。起点の変更は、出屋式起点では、阪神電鉄が予定していた第2阪神線と交差しなければならないことを理由としていたが、このルートでは、季節の阪急伊丹線に近づくことになった。阪急はこれに対抗するため、伊丹線の両端を延長する形で、宝塚伊丹間、 塚口天ヶ崎西宮海岸今津館の軌道特許を申請した。それに対抗して阪神はで屋敷から高須東浜、今津館の特許を申請した。結局、阪急には阪神本線より北側の宝塚伊丹館、塚口天ヶ崎館、阪神には申請の通り阪神本線より南側ので屋敷今津館の特許が認められた。この新請騒動が決着した後、 二田から電鉄は、伊丹市街地を通るルートへの変更を撤回し、当初ルートと伊丹市街地を通るルートのほぼ中間を通る、阪神天ヶ崎駅、守る無事とも西の宝塚のルートで、同年6月に施行認可申請を提出した。途中、阪急の特許線と交錯する箇所があることが、兵庫県より問題視され、この部分についての阪急との交渉が難航した。 1926年1月に、ようやく協定が成立し、2月に施行認可を受けた。西大島交差点建設当初は築堤で、国道2号を横断するための用地が確保されていた。天ヶ崎側の阪神バス西大島バス停。ベンチ付きの上屋が付いた待合所を持つ。駅名標を模した停留所名看板が設置されている。同様の上屋を持つ停留所は、 宝塚側のオバマバス停にも見られる1927年末までには、両端部を除く西大島オバマ間の路盤が完成した。しかし、両端部は着工されなかった。宝塚側は当初は終点を宝塚大劇場前としていたが、1926年5月に国鉄宝塚駅構内に変更する届けを出した。これでは、阪急線、 国鉄線との立体工作感が多くなって、工費がかさんでしまうため、着工の決断が下せなかった。さらに天ヶ崎側では、同年11月に都市計画の支障になるとして、天ヶ崎市から市街地の 3km を高架で建設することを要求された。二田から電鉄では、地平での建設を予定していたので、こちらも工費がかさむことになる。しかも、 連絡することになっていた阪神本線は地平線であったので、二宝線を高架にすると直通運転ができなくなり、二宝電鉄としての存在意義は薄らぐことになる。1929年、二宝電鉄は開業延期を申請し、すでに完成している路盤を使って、バスの営業を行う方針に転換した。同年7月25日に、 浜ヶ崎宝塚間のバスの営業願いを提出した。ロバン期そのままではバス営業は認められないとされたため、同年11月にロバン期を自動車専用道路に改築する申請を行った。舗装まではできたものの、その後バスを購入する資金が捻出できなかったことから、1932年6月、二駄カ電鉄は阪神の子会社の阪神国道自動車に、 九州合併された。同年8月には、天笠崎宝塚間の鉄道企業廃止申請が行われ、11月2日付で免許が執行した。自動車専用道路は、同年11月に完成し、12月25日より、神戸宝塚間、大阪福島宝塚間でのバス運行が開始された。旧阪神電鉄バス宝塚案内所阪神の 自動車専用道は1942年に兵庫県に買い上げられて一般に開放された。現在の兵庫県道42号は長崎、宝塚線であり、二宝線の通称で呼ばれている。なお、現在も、二宝線経由のバスは健在であり、阪急の画像とも言える宝塚に阪神バスが走っている。二宝線には、伊丹市営バスや、 阪急バスも走るが、阪神・天ヶ崎駅と宝塚駅を通しで走るのは、阪神バスのみである。天ヶ崎市と宝塚市を結ぶ路線のほかに、時とも付近から東西への延長線を計画していた。旧西国海道、現在の国道171号に近いルートで、大阪市をショートカットして、京都市と神戸市を結ぶ狙いを持っていた。百二十五年六月十三日に、 西宮伊丹から神経阪戸田駅間を出願申請したが却下された。1926年7月26日に変わらき、石橋駅間に短縮して出願申請したが、やはり却下されている。ありがとうございます。